ははいこんにちは、えー、今日はですね、若者も高齢者も、実はスマートフォンの利用時間っていうのはほとんど変わらないんだよっていうねお話をしてみたいと思います。えー、先日ですね、私ですね、尾、えー、藤勝之さんっていうね、よくねヤフーなんかでなんかねコメントを、えーね、書かれてます、まあえー、ライターさんって言えばいいのかな、うん、あの方のですね、 頭がいい人の読手術っていうね、本をね、読んだんですけど、まあ、そのね、尾藤さんの書かれた頭がいい人の読手術、えー、その本の中でね、ちょっとね、こんなことをね、書いてたんでね、あのー、今日はね、ご紹介してみました。えー、若者もね、高齢者も、実はね、スマートフォンの利用時間っていうのはね、ほとんど変わらないんだよということで、も、え、う、ーまあ、ここ書いてるとですね、1日のね、スマートフォンの利用時間、 実はね、えー、10代から34代のね、いわゆる若者世代と50代以上、まあ、50代をね、まあ、高齢者って言っていいのかどうかあれなんですけど、まあ、いわゆる50代、60代、70代、まあ、50代以上のですね、比較的年齢的にね、こうね、上位層の方、えー、比べるとですね、1日のスマートフォンのね、利用時間っていうのは、ほとんど変わらないそうなんですよね。 ちなみに、10代から34代の方ですね、1日平均ですね、3時間23分使ってるそうでございます。まあ、一番世代の中ではね、一番ね、よくね、スマートフォンを使ってるらしいんですけど、実はね、その50代以上の方もですね、結構使ってるみたいで、3時間14分使ってるそうなんですよね。で、実にこの差っていうのが、まあ、9分しかね、ないということで、まあ、ほぼね、誤差みたいな感じですよね。ということでですね、まあ、うん、年代関係なく、スマートフォンの利用時間、 えはねほとんど同じだということなのと、あと、うんまあ、両方見ていただいて分かる通りなんですけど、あのー、両世代とも3時間以上スマートフォンを使っているんですよね、うんえー、1日がね24時間、まあ、当然24時間ですよね、そして、まあ、どうですかね、1日にまあ6時間、えー、睡眠時間を取ると考えた場合に、18時間、1日18時間の中で3時間使っているというふうになってくるとです、ねえー、サブロック18なんで、まあ、6分の1ですか。 ああまあね、スマホを触ってるってことで、かなりね、長い時間使ってるんじゃないかなと思うんでね、この辺はね、結構ね、ちょっとね、びっくりなね、情報でございます。そしてね、えっ、ー、と、スマートフォンのね、利用の仕方に関しては、やっぱりこの辺はね、世代によってね、えー、利用形態はね、違うようでして、まあ、10代から30代に関しては、まあ、この辺はね、皆さんもね、なんとなくわかるかと思うんですけど、やっぱりね、動画の視聴であったりとか、SNS が多いみたいですね。えー、それにね、えー、まあ、うん、えー、比べて、まあ、 比べてってっいうかあれですけどまあ、メールとかインターネット、そしてえ写真、天気、地図という形なので、まあ、どちらかというと、まあ、スマートフォンに標準的についている機能っていうんですか、んのよく使われているのかなというふうに思いますね。うん、まあ、この辺はね、やっぱりね、こう世代的なところの、ね、差が、ね、出てきているのかなと思うんですけど、まあ、やっぱね、このね、時間っていうのはね、結構ね、 あの私もそうなんですけど、やっぱりこう若い世代はまあ、スマートフォンを,かをね、えー、頻繁に使ってて、そしてね、ある程度年代的に上の人はね、あのあんまりスマートフォンって使ってないんじゃないかなという,ふうに思ったんですけど、ここの差はほとんどないというのはね、ちょっとびっくりでございますね。はいなので、あのまあ、もし、あのー、ね、えー、比較的年齢的にね、こうまあ、高い方がですね、もし若者を見て、ですねまあいつらスマホばっかり触りやがってみたいなことをね、言ってましたらですね、いやいや、 おじいちゃん、おばあちゃん、あの、さあ、おじいちゃん、おばあちゃん世代も、ええー、私たちと同じぐらい、あの、スマートフォン実は使ってるらしいんだよっていうのはね、お伝えいただければな、というふうにね、思いますね。うん。なので、まあ、あこの辺どうなんですかね。ええー、日本固有の、まあ、特有の話なのかどうなかのか、ちょっとわかんないですよね。まあ、あちょっとその辺なんかもね、調べてみるのね、面白いかなと思うんですけど。ま、あね、本当うん。 まあけど3時間っていうのはね、ちょっと使いすぎじゃないかなと。まあとはいえね、えー、個人的には多分ね、私ね、もっと使ってるんじゃないかなというね、思ってます。私ね、あ普段はね、スマートフォン2台持ちをしてますんで、まあ,あ、スマートフォンね、両手に持ってね、操作することも多いんでね、多分1台あたりのね、スマートフォンの利用時間っていうのは、 多分4時間5時間ぐらいになるんじゃないかなっていう、ね、感じは、ね、しますんでね、まあ、私も、ね、あんまり人のことは言えないんですけど、ぜ、ま、ひ、あねえーまあ、長時間スマートフォンを触るよりかは、ね、読書なんか、ね、された方が、ね、いいんじゃないかなと思いますので、まあねえー、そんなこともあって、さっきの尾、ね、藤克之さんの、ね、本あの、頭の火。 えー、頭がいい人の読書術ってところでね。まあ、この微藤さんもね、えー、スマホをね、触るぐらいだったら、この3時間のうちね、1時間ぐらいはね、読書に当てた方がいいんじゃないのみたいなことはね、書かれてましたんでね。ぜひね、まあ、読書なんかね、してみていただければな、というふうに思います。はい。じゃあ今日はですね、若者も高齢者も、実はスマートフォンの利用時間、あんまり変わらないんだよ。同じなんだよ、っていうね、お話をしてみました。えー、今日のね、お話、 えー、参考になったなと思いましたら、ぜひ高評価。またね、チャンネル登録まだの方ですね。ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。